ん？こんばんは。あ、フードの男。冬彦。おお。祭道。最上階に強力な悪魔。悪魔。真由美玄の研究成果。ここで依頼が。OK。50万。お願いします。なるほど。一気にやっちゃえ。必ず開けなさい。感謝する。相手にならない。愛を名のもとに。こればっかになるな。すごいな。弱点作った。でね、相手にならないな。わかった。こうなるとどうすっかな。まあここになるのかな。恵みである、感謝しよう。あ、銃。7つけてたんだ。あ、S いける。いいね。常に 60%。 こっち。敵出現。ブースターつけてんの変わんねえな。敵出現。やっ、反応が消失しました。あ、ここか。敵出現。見つかりました。まだ下味。う、いる。ついにやってしまいました。自身の HP が1になるが、使用者の HP が多いほど与えるダメージが上昇と。とのことなんですよ。これと、これとこれを合わせたらどうなるのかなっていうのをちょっとやってみようかな。こんなタイミングで。もちろんタルカジャとラクンダを乗せて撃とうと思います。まあ、うまくいくといいけどね。どんぐらい減るのかな。まあ物理反射までついてるから失敗はないと思うんですけど。行こう。全然わからん。忘れた？人間の世界に帰れって、あたし言った。そうだっけ？こんなところにこもって、元気にしてた？おかげさまで、絶好調っす。ふわふわしたのもすっかりなくなったし、もう記憶がすっぽ抜けることもない。力だって、自分の意志で完全に制御できるようになった。本当に？それはいいニュースを聞いた。は？あとはナナをここから連れ帰ればいいってことだからね。なんか言いそうだなって思った。お人よしにも程がある。何度も言う、私はロストナンバー殺戮兵器。どうやっても相入れないね。殺戮兵器ってなんだよ。それは人間じゃなかったのかもしれねえけど、決めつけるには早計じゃねえのか。早計じゃない。この施設を調べているうちに私は確信した。どうあがいてもロストナンバーは人の命を狩る存在。あんね、こんな話があるんだ。以前、一人のデビルサマナーのお姉さんがこの施設に来たらしい。
その人は眠っていたロストナンバーを起こしてコミュニケーションを図ろうとしたらしい。だけど私以外のロストナンバーはお姉さんを見るなり殺しちゃったって。もういいわナナ、話すのをやめなさい。記録によるとお姉さんは仲良くしようとしてたみたいだけど、結果は無残な死、猶予も問答も何もなしに行っちゃったらしいよ。やば、本能なんだろうね。それが私たち、ロストナンバーが背負う業。俺たちが見てきたナナはそんな業に囚われたりはしていなかった。本当にそう思ってる？こいつやべえんじゃねえのかって少しも考えなかった？私は人になりたかった。この世界で誰かを殺すだけの存在でいたくなかった。だから死んだお姉さんの見た目を借りてサマナーのふりをしてみんなの世界に溶け込もうとした。私を作った真由美玄を父親と思い込もうとした。全部嘘の記憶だったんだ。何もかも全部思いだって。ナナ、本当に嘘だったの？私たちが一緒に過ごした時間も嘘だったっていうの？出た、綺麗事。みんなに私の気持ちはわからない。あなた言ってたじゃない、過去じゃなくて今が欲しいって。その今がこれ、これが私が手に入れた答え。私は戦い、奪うこと、強くなることからは逃れられない。だって私はそう作られたんだから。私はもう決めた、運命に従うって。戦って戦って人も悪魔も滅ぼしてロストナンバーだけの世界を作るって。それがナナの居場所ってわけ？それ本気で言ってるの？本気で言ってる。ナナの本心とは思えないよ。私の思いを勝手に決めるな！ナナ。うるさい！もう喋るな！私は、みんなとは違う！もういいや。平行線。とにかく私は私らしく生きるって決めた。リンゴ。お姉さん、さっき、私が力制御できるようになったの。いいニュースって言ったよね。本当にそうかな。人の理性に制御された悪魔の力。最強のロストナンバーの戦い。見せてあげるよ。準備完了だ。よし、試してみるか。ショーを始めるぜ。負けないくらい。今までの俺と思うな。まずはどうする？どうしようかな。まああんまりあれかもしんないけど、まあ見てみるか。聞かないけど。聞かないよ。聞かねえんだ。まあ聞かねえか。どうするつもり？うん、よし、じゃあやっていくか。この力で身体能力ブースト、一気に決めるわ。踊りなさい。下げる。妖怪ウイルスもっと持ってるやつつけないとな。ん？おとなしくしてよ。うわ、マジかよ。どうするつもり？ああ、踊ってる時に下げられちまった。どうではしないけど。聞いたな。うん、当たった。よし、残念。こいつはどうだ。釣れねえな。入っかよ。強いぞ。警戒しろ。ってこれデータ吐かせてもらうよ。パワーアップ。遊びは終わり？いけるわね。
キルがこうなっている。刺激的にね。あ、電撃なんだ。邪魔をしないで。突撃！こんなものは、よし！何度でも。お、すげえっすと。まかたま。それを待ってんじゃん。サイズオン、マジかよ。私たちなら勝てる。この力があれば。サイズオン。鍛え方が足りないな。うるせえぞ、ドキン！ナナ。よし、行くぞ。献身一如チャージ、タルカジャーで楽んだ。試してみようぜ。まあでもなんか特殊下げされてっからあれだけど、行きましょう。狙い通り。強っ。アイオンの実力かしら。2700か。まだ死ねない。私の番、行くわよ。でまあ、ここで砲撃を使う。最悪の状況だね。危なかった。なるほど、ああいう感じになるのか。邪魔をしないで。本来でも下げられてから本来もっと減ってたってことだよ。早く終わりにしよう。アクセラレート出番だよ。常かよ。その程度平気よね。かっけえ。こっちに頼む。どうすっかな。ポールで。よろしく頼む。パワー！サイゾン、無理は禁物だ。まだいける。やるなら慎重にね。嵐の女神とダンスしな。取れるね。的確な判断だ。そうだな。ポールに回る。ありがて。気配り上手だね。行こう。それは効きそうだ。効果的。良さそう。出せ。行こう。よし。あ、好きでしょ。それいいね。いやだ。私からの天罰よ。おかれて。まあ入んねや、夏目には。血に飢えたしもべたちを。てかあれだ。ミレディも直さないと。こんなものは。47。容赦しませんぜ。かかった。狙いが甘いぜ。は？これしかないんだ。とどめ。何それ。これしかないんだ。ごめんなさい。ハーモナイズスタート。何よりもむくり。分かった。辛いよ。よー、そういうことか。これ物理なんとかしないとどうにもなんねえな。ジャーク君持たすか。じゃあやるわ。これか。まずはどうする。よーし、これで運命だったんだ。断ち切る。全然効かない。邪魔をしないで。電撃、電撃か。試しにしておきましょう。こんなところで。これが私の答え。全部、全部食べてやる。大技使いすぎるなよ。よし。半音。いやもう半音使ったね。立ち上がってくれ。もう大丈夫だよ、アロー。行くぜ。お嵐の女神とダンスした。大技使いすぎるなよ。はぁ、ちょこまかと。当たんねえし。後悔したのはそういう。え、な。試しにしておきましょう。終わるんだけど。それを待ってじゃん。本当の私を見せてあげる。これもまた人生。戻る場所なんてない。これしかないんだ。ここまでと。戻る場所なんてない。悪い。アッシュ。普
ついに死にました。これどうやったら勝てるん、これどうやったら勝てるん、こいつクソ強えんだけど。とりあえずどないもならんので、どうしよっかな。先に行けるみたいなんで、そこにいるのかな、これこっち先やってこっかなと思います。全然通んなかったな、正門様。いやでも正門様強かったな、あんなに出るんだ。しかもあれだからな、食らってる状態であれだったからな。通り、へい、よう、フードの男、夏木冬彦。うん、北道最上階にやばい。ああ、これがそうか。使えそうなものがあればあんたに回していいって師匠から言われた。何それ、よろしくな。任せたぞ。よう、最上階ね。オロチ、はい。いつも通り行こうか。焦らずに行こう。超始めるぜ。負けられない。今までの俺の思うな。やることは分かってるわ。あ、どうしよう。私と臨機応変に行くよ。支援を頼む。妖怪ブレス持ってんのがね、ドッペルだけになってんだよな。なんだかんだドッペルも上がったな、一緒に旅してたもん。任せてくれ、リンゴ。期待には応えるさ。よっしゃ、行くぞ。じゃ、よーし。まずはこの力でパワーアップ。遊びを一気に決めるわ。アナグマか。やってみる。踊りなさい。なんだっけ。やるじゃん。あ、ダメなんか。アギだ。あのアギだ落ちてんのか。600。遅いやつ。なんだこいつ。同調開始。ブースト。どうするつもり？オラオラ、命中。当たるけど。ぜ、張り切っていこう。ここでこれです。ゲタ任せてもらうよ。パワーアップ。あ、てかこれチャージ。どうする、意味ねえのか。チャージのあれ表記一回消えてまたついてたもんな。警戒していこう。まさかそんな。まずは戻しとかね。確実に行こう。じゃあ確認しとく。これなら余裕だな。どうする、それで行こう。さすがに飛んないと思うから行っとこう。無駄だったか。まあ、なるほど。600って何なん。狙いいんだ。よし、じゃあうち行くか。私たちなら勝てる。じゃあ2ターン、逆に考えるな。2ターンで打てる。一バチだな。ファイヤー、勝てるぜ。よし行くぜ。断ち切る。クソ強え。いい動きだ。そうだな、倒そうだな。この手あんたが指揮官だ。もう大丈夫だよ、アロー。一気に決めるわ。私たちなら勝てる。切り札切らせてもらう。慎重さが必要よ。多分電撃、あとあれなんか状態異常もいけんのかな。じゃあよろしく。身体能力ブースト。手は焼かせないで。粉グマとか、あこっちに頼む、ね、今までの俺と思うな。邪魔をしないで。
すげえ減ったな。遅いよ。これ何なんだよ。1200回復する。どうするつもり？強いぞ。この技で戦術を変える。ありがてえ。マカジャマオンか。心の祈り。行こう。期待されちゃ断れねえな。無理は禁物だ。私たちなら勝てる。反撃には備えておきなさい。マカジャマでもない。どうするつもり？かけてみるか。行きましょう。手応えがあり。一気に決めるわ。私も。強いぞ。行けるわね。警戒しろ。消えなさい。うん。やることは分かってるわね。ハギシ。状態じゃ何ねえか。お腹空いたよね。これで減らしていけってこと？これうぜえな。1200ずつ減らしてくんだな。サイゾー油断するなよ。こっちに頼む。まずぼっちは OK。 物理反射、あドッペルが持ってんのか。ジオで攻めまくるかも。メギャランあるな。改造ついていくわ。行くかも。どうしよう。アローどうしようかな。アロー正和様行く？行こうか。いやだったら、あーいやそれはちょっと待って、体勢どうなんだろう。とりあえずこれも確認しよう。許さないわ。強いぞ。こっからだろ。警戒しろ。あ、うついたぜねえや。やってよかったな。それだ、サイゾウ。それがいいわ。なんだけど。慎重さが必要よ。もうだめだ。強いぞ。良さそうだな。弱点をつけ。しょうがないな。だよね。アローにまさかとさんを持たせる。行くわ。ここはあなたの。了解よ。それで決めよう。ええな。この力があれば。頼んだよ。指示にした。決めちゃっていいよ。お腹すいたよね。くらい出せ。へい。もう大丈夫。一安心だな。ハイプレッシャー。無駄だ。対策済みだぜ。すげえ、こっち以外みんないけるんだ。止まっていいよ。この戦い必ずかと。フォローしなさい。それは助かるな。アローさん、おい、これなら余裕だな。君がヒーローになれる時間だ。それは効きそうだ。誰にも構わないぜ。ギリギリ、よーし、やってくれるか。ほら驚けだよね。行こうか。効果的ね。それで決まりだね。サイゾー、チャージやんなくていい。その力があれば俺が前に出る。今までの俺と思うな。チャージが消えちゃうんだよな。知らんかった。お腹空いたよね。なんかじゃあ持たせたいな。銃無効とか持たせる。銃無効かあれだな。魔力無効あたり持たせるかじゃ。流れを変える。行くぞ。取れるか。行くぜ。まずはやってくれるか。やっちまえ。分かってる。大技使いすぎるなよ。行くぜ。切り込む。ドン。わあ神。
強いよ。よーし、食らわせて。わかってるよ。元取れたね。やる効果的ね。まだこういうことするわけには。もうだよ。そういうこと。話が早いわ。アロー君、やべ、デスバがきついのか。遅いわ。大丈夫だった。まずはどうぞ。一気に決めるわ。これ刺激的にね。ウィー、よーし、それで決まりだね。サイゾー、まあ一緒。行こう。期待できそうね。リンゴ頼む。始まって大くらいやるべきだった。油断したか。ギアを上げていくぞ。けど力があれば。お腹すいたよね。戦略術回復するってよく書いたらやべえよ。遅いよ。うま。悪いがこっちも負けられねえんだ。うますぎる。まずはどうすりゃ。一気に決めるわ。それはどうだ。ヘイ、弱腰だな。行くぜ。切り込む。ボーン。時間がかかそうだ。突っ込みすぎだ。ヘイ、終わらないで。やべえ、サイズを大分使ってる。本当は砲撃とかがいいんだろう。さあ、宴の時間だよ。次で行けるかな。いや、肉弾がそうか、2ターンかかるからな。同調開始。ブースターは一体許さないの。ウォーミングアップ。よさそうだな。ドカンとやってよ、ミレディ。よさそうだな。私の番。よーし、いっか、これサンプリングスタート。全シーケンスコンプリート。いけるわ、ね、それいいね。それで狙って、ミレディ。へい、行こうか。オッケー、ミレディ任せるわ。ビンゴだ。ゲタ履かせてもらうよ。お、もっとち。分かった、ミレディ行け。こっち。よーし、驚け。弱腰だな。行け。すげえ上がるんだな、これ。あれ見ると分かるけど、1500よっぽどあかんだ。5倍ぐらいになるんだ。さすがに行ったと思う。これならどう？やるじゃない。負けられない理由があるの。まさかと様、強かったな。ん？上弦の護符。ほんほんほん、なんかあれもう一個あったよな。あれとはまた別だよな。似たようなやつ。これ、そっか。あの人のとこじゃあ行かねえとなった。敵出現見つかりました。安全が消失しました。助かった。うっす。あざっす。月の影響を遮断する特別な力を持った御札って聞いた。師匠があんたに渡して。はあ、切り札になるらしい。じゃあな。反応が消失しました。スカウトできます。しかし行きましょうか。はい、すざまだね。やることは分かってるわね。ショーを始めるぜ。負けない相手に許さないわ。いつも通り焦らずに行こう。判断は任せるよ。アロー、電撃かな。好きでしょ。あれどうだっけ。地獄の豪華に焼かれなさい。電撃か。
やることは分かってるわね。これでいくよ。ルバあれ違う、弱点じゃねえ。邪魔をしないで。なんだと。お、こだまだ。クールです。片っぽ2ターン。いつも通り焦らずに行こう。攻撃はまあないか。試すもんね、最上レベルいくつだ。この戦い必ずことは探って。ミレディ61、慎重に行こう。全て焼き尽くし、よし耐えられる。うん、そうだな。一応やってみよう。それでいいよアロン。あお腹すいたよね。弱点ない。ほほガキ。やるね。ダルル。やることは分かってるわね。テンポ変えるか。うわ負けない。一気に決めるわ。遊びは終わり。好きでしょ。ああ、あれガキルされてるマーク。やってみる。そこを泳いで。うん、リンゴ怪我の調子を乗せるか。下駄履かせてもらうよ。身体能力ブースト。やることは分かってるわね。聞くといいわ。この辺くらえ。なるほど。邪魔をしないで。弱点ねえんか。ほう、え、鬱陶しい。めんどくさ。私たちなら勝てる。どうするつもり。いつも通り焦らずに行こう。動くなよ。散歩。いつも通り焦らずに行こう。くらえ。うん、この戦い必ず勝とう。勝てるぜ。いけちゃえ。見えに死に飢えた忍たち。マジ落ちねえのかよ。めんどくさい。はい、送る。なんで。許さない。うぜぇ。私たちなら勝てる。強いぞ。警戒しろ。ありがてぇ。回復、回復持ってるやつ。特殊の祈り、いけぇ。リンゴ、あとは任せとけ。特殊の祈りだ、これ。警戒しろ。まだまだろ。もう一回で身体能力ブーストどうするつもり。ほらまずはどうする。行くよ。よし、ゴリ押し。一気に決めるわ。蹴散らせ。見れ。分かってるわ。ドゥン。まずはどうする。うあれ、いやでも衝撃が弱点なわけねえから。甘かったか。と見せかけてのパターン。さあ宴の時空サボりつくぜ。あるあるっちゃあるあるっすけど。うん、何で終わらないで。衝撃。こだま。ん？お前に？勝てるぜ。俺たちならな。
一気に決めるわ。知らないわけじゃないけれど。あれは一体何だった。動くなよ。ええやん。よし行くぞ。当たんねえのかよ。後悔しても遅いよ。お前に同調開始。ブース今までの俺と思うな。なぜなんだ。この戦い必ず勝とう。決めるぜ。身体能力ブース。緊張を解くなよ。ほらショイさん了解でしょ。やってくれるか。ミレディやってくれ。好きです。行くぞ。元気にしろ。勝ち続けてみせる。無駄に長くかかっちまった。うんうん。おお。いえいえそんな。ありがとうございます。これもしかして 11?9 じゃないよな。え、いくつまであんの。あ、下弦の五譜。これ11だよね。おー、ちゃんと11だった。 65%。 もうブースト常につけてる。ブースター私たちなら勝てる。常につけてるのと変わんねえわこれ。デスバカうっす。氷結貫通なんかくれたぞ。やばそうなやつ。ちょっと待って、それってもしかしてアイスじゃないとダメ。うん、耐性無効吸収を無視して。うわー強ーい。そんなん持ってんのそんなん持ってんだ。まあでもクリでいいかな、とりあえずは。うん、スタックとかも考えて。いやでも熱いっすね、それは。へぇ。敵出現。ありがとうございます。いえいえ。うっす。あ、300万超えた。下弦の古風。はい。新月に弱体化します。ロストナンバーにも。さようなら。ゼノンの時これあればあれだったのかな。敵出現。見つかりました。あ、帰りましょう。あー、ここでか。ほう。あ、ザンナラ。これはなかなか。ザンナラ作ってよくね。ほう、これはなかなか。かわいい。どのスキルを引き継ぐのだ。ザンダー。いやー、クーフリン良かったっすね。劇が、そっか、劇がなくなっちゃうのか。あ、すごいな。こうなっちゃう。まあいいか。とりあえずこれでじゃあ。心の準備はできたかな。かわいい。バロン。カーリーさん。好みを伸び、さあ、選択の時間だ。ああ、フラロースもできんのか。じゃあ、せっかくだからパンパンにすっか、パーティー。フェンリーでね、ミスさ。いや、その辺ではちょっと。パワージャーク、スカリー。クドラク、おい、まだいるのか、それはクドラク。カネーシャ、ブリトラ、バール、ヒタ。で、これが、ほう、どのスキルを引き継ぐのだ。こうなっちゃうな、でも、ここで作っても。
ほう、これはなかなか。あれ登録があれなんか、まあいっかっていうか、うん、よいでしょ。また来るがよい。あ、そうそうそう、これが欲しかったんですよ。これでいいんだな。毎度。こういうもんパンパンかな。うん、あとはよし、こんな感じで。他になんかあるか。そろそろ終わりかな。壊す